コウニさん、あのさ、寝ててさ、最近あの他の男を好きになってしまったの。なんか、あ、寝ててっていうか、あのその男と寝ててとかじゃないよ。なんか最近なんかアニメを見て、新しいアニメを見て、え、ちょっとかっこいいじゃんってなって、もうなんかガチ恋勢みたいになっちゃったキャラクターがいるんだけど、それをみんなに名前を言うか迷ってて、でもさ、ここまで行ったらさ、みんな聞きたいよね。ここまで行っちゃったらさ、ねえ、ちょっと聞きたいでしょ。ほんとこうにさ、なんかもうそのアニメ見てる時だけほんとなんかずっとニヤニヤして、ふぅ、ふぅ、かっこいいってなってて、聞くしかない。最近好きになったあの男の子は赤木だ赤木かっこいい。なんかさ、あのさ、ここにさ、上海やったじゃん。麻雀のさ、牌をさ、牌？麻雀のなんか使ってさ、やったじゃん。あれで、なんか、麻雀って、麻雀に興味を、まあ前からあったけど、いや、なんか麻雀の、なんか見たいなと思ったわけ。そして、まあなんか、あ、赤木っていう有名なやつがあったじゃんと思って、赤木を見始めたんだけど、いや、でもそれで麻雀は全然わかんないんだけど、わかんないのになんか面白くて見ちゃって、話が赤木と聞いて赤いピーマンが飛ばなくなったのがウケる。え、赤木ならいいんだ。誰だったらダメなのアニメキャラで赤木は許されて、許されないキャラとかいるの？赤木ならしょうがない。そうなんだ、ユッティ久しぶりにコロさんに会えるって喜んでたら、他の男の話を熱弁されて、やきもちやことになるとは予想外すぎて、くさみんなはコロさん、他の女なんてみたいでコロさんだけを待ってたよ。実はみんなごめん、赤木好きになっちゃってさ悲しいよな、ほんと。でもみんなが一番だから。二番が赤木だから。ね？